高級ホテルにね、はい、泊まって、その時のフロントのね、なんなんこいつと思いながら、まあまあいいよと、まあいいよ、ほな余計いらんわそしたら俺生まれて初めてやねんけど、とんでもないことですよ。え、もうなんならバーン投げあんまあ言ったらあかんけどぐらいのね気持ちですけど、まあそれはね大人がしないですけど、バシッ、いや待てよ、説明しろお前、説明説明お前何しててんさっき